はい、こんにちは。ハーバード心理学31日目やっていきましょう。ね、1月の31日にやろうかなと思ってたんですけれども、まぁ、ちょっとね、動画を一つ挟んだっていうところもあったので、今日は2月1日で、31日目やっていきたいというふうに思います。まぁ、新規一点ね、月も変わりましたから、新しい気持ちでまたワーク一個一個取り組んでいただけたらと思います。ということで、もう今日見せちゃったんですが、31日目ですね。まぁ、2月1日にも入ったというところで心機一転、本来の自分に戻るっていうところからやっていこうと思います。で、何かっていうと、まあ、よく聞く話なんですけど、自分探しの旅ってよくありますよね。何かっていうと、バックパック一つでインドで旅をする。まあ、インドに限らずですけど、まあ、どっかね、知らない地、特にその都会みたいなね、ことじゃなくって、ちょっと新興都市とか行ってみたりとか、ってことよくあると思うんですよ。で、現地に行って、悟りを開いて、そうだじゃなくて、自分の本当にやりたいことはこれだみたいな感じでですね、新しい見地を広げて帰ってくると。で、心機一転って言って旅立つこと自体はできればいいんですけど、まあ今のご時世ですね、お隣の国に行くことすらちょっと難しい世の中じゃないですか。で、ましてや旅に出れば本当の自分を見つけられるっていうのは確かにできるっちゃできるんですけど、実は瞑想よりも効果が低いっていう風に心理学なんかで言われたりしてるんですよね。で、旅に出たら何が何でも自分を見つけるぞっていう風にプレッシャーを感じてしまうから、まあ、見つけられるものも見つけられないなんてこともあったりするんですよ。その点、瞑想なんかっていうのはもう部屋に閉じこもって、部屋暗くし静かなところで目を閉じて呼吸するだけで、心も落ち着いた状態ですからアイデアも浮かびやすいと。だから本当にやりたい自分のことっていうのも浮かびやすいなんてことは言われたりするんですよね。で、その探すこととか本来の自分に戻るっていうのも、例えばですけど、泳いだことのない人がいきなりダイビングするなんていうのは不可能じゃないですかね。重いもの着て海に沈んだ瞬間二度と浮き上がってこないっていうことなんかあり得るじゃないですか。で、自分探しをしたことのない人っていうのが旅に出ても効果薄いんですよね。何かっていうと、自己分析とかっていうのをやったことない人が、よし自分を探しに旅に出るぞって言っても、残念ながらインドで騙されて100ドルくらい失って帰ってくるだけみたいなこともあり得ちゃうんですよ。で、自分探しに行くぞって言って自分見つけてやるっていう風に張り切らずに、今日は一歩確実に自分探しのできるワークっていうのを紹介していきますので、自分探し入門っていう感じで今日のワーク取り組んでいただけたら非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、1ヶ月後にはね、またね、なかなか厳しい状況ですけど、就活もあったりしますから、就活生でまだ自己分析とかっていうのがなかなかできてないなっていう方がなんかには、今日の動画結構参考になるんじゃないかなと思ってます。で、心理療法士のブラッド・ブラントンっていう人がですね、嘘をつくことによって私たちは疲れ果ててしまうっていうことを言ってるんですよ。どういうことかっていうと、精神にね、何らかの問題がない限り、人間っていうのは嘘をつくことに大きなストレスを感じるんですよ。まあ、精神的に嘘を平気でつくことがもう当たり前だっていうような人もいるんで、そういうのはある種病気なので、そういう人たちはまあ無視してですね、で、嘘発見器っていうのは実はその感じるストレスによって感知して、あ、この人今嘘ついてますよっていうようなことをする仕組みだったりするんですよね。まあこれは余談ですけど、で、自分の本音を隠したりとか、どう感じているかっていうのを偽っていると、まあ、嘘をついているっていうストレスだけではなくって、感情を抑えつけているっていうストレスも感じちゃうんですよね。だから自分の心を正直に打ち明けられる人っていうのはストレスなく心の平穏を感じることができるんですよ。まあ明けっぴろげすぎて、逆にその自分が明けすけにこうね、私ってこう思うんだよねとか、あんたってこうじゃんっていう風に言い続ける人は逆に相手にストレスを与えてしまうということもあるんで、それはそれで注意しなくちゃいけないんですけどね。はい。でですね、よいしょ、ドイツの論文に、店員とか客室乗務員のように日常的にお客さんに向けて笑顔を作らなければならない職業にっていうのは、結構うつ病とかストレスに悩まされたりとか、まあ、心臓病や高血圧の症状を起こしやすいっていう報告が出てるそうなんですね。で、顧客への対応のために、まあ、礼儀を尽くさなくちゃいけない。いらっしゃいませとか、ありがとうございましたっていう礼儀を尽くさなくちゃいけないと。でもそれっていうのは、時にはその気持ちよく対応してくれるお客さんとか、買い物してくれるお客さんだったら、もうそれは心からありがとうございましたって言えると思うんですけど、てめえ早くしろよみたいな感じのことを言ってくるお客さんに対して、ありがとうございましたっていう気持ちを抑えながら、ありがとうございましたっていうふうに言ってると、もう自分の感情を抑えつけていくんで、それっていうのは、
心も体も蝕んでいくっていうことなんですね。そういったストレスへの対処っていうところで、心理学者のブライアン・リトルっていう人が本来の自分に戻る時間を持つことっていうのが大事だっていうことを主張してるんですよね。じゃあ本来の自分に戻る時間って一体何なんっていう話なんですけど、信頼する人に今の気持ちを打ち明けたりとか、まあ、心に浮かんだことを紙に書きまくったりとか、それから一人でぼーっと何も考えずに過ごす時間を持つっていうのも大事だっていうことなんですね。これが本来の自分に戻る時間っていうことなんですよ。で、その時間っていうのをどのくらいかければいいのっていうのは、まあ、残念ながらこのくらい持てばいいよっていう答えはなくて、それは人それぞれなんですね。で、自分の気持ちに正直になる時間を持って感情をあらわにすることっていうのがストレスの対処法だっていうことなんですよね。だから例えば就活生に向けてっていうことでしたら、面接官にいろいろとなんでそんなこと聞くんっていうような質問って言われるんですよ。だいたい面接官って、なんかね、定型的な質問ばっかり投げてくるんですけど、4秒とかで、本来心理学的にはもう決着ってついてるんですよ。だから、1時間の面接でも4秒で決着がついてるんで、最大4分なんですけど、なんかいろいろ聞かれて答えを言った、どんなに綺麗な答えとかすごい答え言ったところで、もう決着ついてるんで、そんなストレス感じなくてもいいんですけど、それでもやっぱり自分が今後どんな仕事をしていくかっていうことをこう伝える、あるいは考えていく上において、自己分析っていうのは非常に大事なんですよ。でも自己分析をする上でおいて、嘘の自分を分析したって仕方ないんで、その本当の自分っていうのを分析するためには、今みたいな本来の自分に戻る時間、感情を素直に出す時間っていうのが大事になってきますよということなんですよ。だからあなたを動かす原動力っていうのは、悲しみからですか、不安からですか、怒りからですかっていうことをいろいろ考えてみてもらったときに、あ、こういう感情の名のもと動くことが多いんだなっていうことを持って、じゃあその感情を持ったときに自分はどういう具体的な行動をとってんの、いや、こういうことをとってんなっていうのを導き出していって、あ、これをやってる時に自分が生き生きしてるな、じゃあこれをやりたいっていう風に仕事を見つけていく、まあ、そんなイメージになるわけなんですよね。すいません、画面の中で何も動かずに一方的にちょっとベラベラ喋ってしまったんですけど、何かっていうと、まあ、今日の問いかけなんですが、あなたが感情を抑えなければならない場面ってどんな時がありますかね。で、その場面っていうのを避けられるものだったら、まあ、ごめんなさい。避けられないものだったとしたら、どこでその感情を解放できるでしょう。家族の前ですか？一人の時間ですか？旅行先ですか？僕は結構ね、旅行先だったりするんですよね。だからね、いつもね、はしゃぎすぎてね、奥さんにね、もうちょっと落ち着きなさいっていう風に怒られたりするんですけどね。押さえつけられてる。まあ、自分も押さえつけてないからいいんですけどね。で、気持ちを見つける、気持ちを見つめるっていうのが今日のワークなんですけれども、自己分析の本当に初歩の第一歩、まず自分の感情に素直になれない人は自己分析できないんで、ここを乗り越えられなければいくら綺麗事並べたところで人は結構見抜きますんで注意してください。で、次の文章っていう後半部分を思いつくままにぜひ書き足してください。で、できれば5つずつですね、書き足していくのが大事です。で、考えすぎずに浮かんだものをそのまま書くだけで OK です。で、書き終わったら文章っていうのをじっくり見直してみて、実行に移そうと思うものに関してはそれ自体に丸をつけてみましょう。で、文章ってのは一体何かっていうと4つあります。自分の気持ちにあと 5% 正直になるためにはどうしますか。もし私がもっと自分の気持ちに正直になることができればどうなるか。自分が恐れていることにあと 5% 気づくことができればどうなりますか。で、あと 5% 本来の自分に戻るためにはどうしますか。ね、ということで、まあ、例文として自分の気持ちにあと 5% 正直になるためには毎日産業日記に思ったことを書き続けてみるっていう、まあ、行動ですよね。で、もし私がもっと自分の気持ちに正直になることができれば、嫌なことは嫌、無理なことは無理っていう風に白黒はっきり言えるようになると。ね、まあ、曖昧な答えをするほど受け取る相手もイラッとすることはないですから、もう無理なら無理って言ってもらった方がいいっていうことですよね。で、自分が恐れていることにあと 5% 気づくことができれば、どうすればそうならずに済むかっていう対処法、あ、こうしたらいいんだっていう方法が浮かぶと。で、それからあと 5% 本来の自分に戻るためには、
子供の頃何をしている時が一番楽しかったかっていうことを思い出して、童心に戻って思いっきりはしゃいでみるっていうことですね。実は公園で鉄棒でくるくる回っている時が一番楽しかったとかっていうことだったら、もう鉄棒で回るんですよ。そういうことをやってみましょうっていうことですね。で、難しく考えすぎずに、パッと浮かんだものですね。なんでパッとなんでしょうね。パッと浮かんだもので OK と。で、自分が感じたものに対して、後ろめたさとか罪悪感っていうのを覚える必要はないんですよ。別に、大の大人が、なんかね、もう、鉄棒でくるくる回ってても、子供たちになんとも思わないですから、なんならちょっとね、大車輪とか逆上がりとかっていうのを見せてあげたら、すごいって言って寄ってきてくれるくらいですから。はい。で、頭に浮かんだものっていうのは、あなたの正直な気持ちなのだから、何も、変に思う必要はないですよっていうことです。はい、ということでエワーク以上となるんですが、行き過ぎた。最後にですね、はい、皆さんの正直な気持ちいただけると僕も嬉しいですね。役に立ったとか勉強になったとか、自己分析頑張ってみようかなっていうふうに思っていただけたら、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。こんなふうにですね、自己分析につながるような動画も今後も出てきますんで、特に就活生の方は今がチャンスというところです。ということで本日の動画は以上となりますんで、次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。